ゴールグンバズ・ビジャヤプラ、旧称、ビジャープルは、南インドのカルナータカ州、ビジャヤプラ県の都市。かつてこの地の名を冠した王国である、ビジャープル王国が、この都市を首都に、デカン地方で栄えた。ビジャープルの王家この都市の歴史は古く、デカン地方一帯を支配した後期チャールキアーサと、ヤーダバ朝の主要な拠点であり、ビジャヤプラとも呼ばれていた。年、 バフマニー城のベルガウム大使ユースフワディルシャーが独立を宣言し、ビジャヤプラを中心とした地域にビジャープル王国を建国した。この都市はビジャープル王国の首都として大いに栄えたが、1686年にムガル帝国のアウラングゼーブに落とされ王国は滅亡した。1724年。 ニザーム王国がムガル帝国から独立するとビジャヤプラは同国の支配するところとなった。1760年ニザーム王国がマラーター王国に敗れるとビジャヤプラは割上されマラーター領となった。1818 18年第三次マラーター戦争でマラーター同盟がイギリスに敗北した後一時的にイギリス領となりサーターラー藩王国に割上された。 1848年、サーター・ラーハ王国が廃絶されると、ビジャープルは、再び、イギリス領となった。1947年、インドがイギリスから独立した後、1956年の、州祭編成により、ボンベイ州から、カンナダ語地域である、埋葬ル州に編入された。ビジャープル王国の歴代君主の居城であった、ビジャープル城があり、 イブラーヒーム・アーディル・シャー2世の5秒、イブラーヒーム・ラウザやムハンマド・アーディル・シャーの5秒、ゴール・グンバズが謙遜している。ありがとうございます。